放送東海ラジオからお送りしているリッスン月曜日。ではでは皆さんから届いたメッセージを紹介します。今夜のメッセージテーマは、全部夏のせいだです。ね。どんな苦い思い、あ、ちょっと長めだよ、これ。結構詰まってるんじゃないですか。ラジオネームウェッサイさん、みこぼしパッタイパッタイ。メールテーマですが、真夏に T シャツ1枚で外を歩いているとき、下校中の子供たちを避けようと道の端に寄っていたのですが、そのとき T シャツの袖が太い木の枝に引っかかり、ビリ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 と僕の T シャツが袖からお腹にかけて斜めに破れてしまい、外で上半身裸になってしまいました。ベローンと地面に垂れた T シャツを着ながら外で肌を露出してしまうわ。子供たちには大爆笑されてしまうわ。その時いやーんと声にならない声を出してしまうわで、もう散々でしたね。もうこれも夏のせいだ。なんでそうなるのこれ。しかもとっさにいやーんって言う出るかね、うわっとか、なんかね、そういう感じですけど、これもだいぶね、でももうなんかシチュエーション的にだいぶ出来上がってますよね、ちょっとね。でも災難でしたね、逆に言えばね、太い木に引っかかるなんて。ラジオネームゆきまるさん、僕が思い出したくもない苦い夏の思い出ですが、小学校高学年ぐらいの頃、当時好きだった女の子を誘って夏祭りに行きました。田舎ながらにすごい人混みで、はぐれないようにと女の子の手を掴んで人混みの中をぐいぐい引っ張っていたのですが、人混みから脱出してふと後ろを振り向くと、全く知らない子が目の前にいました。焦りもあって少々強引に引っ張っていってしまったので、違う女の子の手を掴んでいるのに気づいていなかったようです。小学生の時は携帯電話も持っていなかったので、連絡する手段もなく、女の子には置いていかれたと勘違いされ怒って帰られちゃいました。その日に告白する気満々だった雪丸少年は放心状態でした。全部夏のせいだー。ということで、誰だったのその子、その子なんで抵抗しなかったの。なんかどこ行くんだろう、うん。でその子が女の子だったのかな、男の子だったのかな、どっちなんだろう。その子とのちょっと なんかあったのかちょっと聞きたいね、これね。うん、そこからのちょっと違う出会いがあるかもしれない。ちょっとこれでもニセ恋みたいな話ですね、これね。ラジオネームあんみつさん、ニカゴシエトイースエトイース。小学生時代、夏休みに学校のプールを開放して町内ごとにローテーションで自由に使えるというものがありました。何を思ったのか、スイミングキャップを顔に装着してペプシマーンと言いながら走っていたら、柱で顔面を強打し、2週間くらいはプールに入れないぐらいの怪我をしてしまいました。こんなに浮かれさせる全部夏のせいだというね。ペプシマン懐かしいですね。なんかありましたね。なんか私ペプシマンって聞いて一瞬にして、あの顔面プルプルプルってするね。顔面ドアップの、そうあの CM の絵がねすごい浮かんできましたけど、確かにあれ絶対真似する子多かったんだろうね、夏の季節とかにね。確かにその水泳キャップなんかいかにもじゃないですか、もうね。男子やでもいったかな、やってるやつ。さすがに見たことはなかったけどね。それでも結構きつい思い出ですね。だいぶ痛かっただろうな。ラジオネームゆっけまるさん、三日越パタイパタイ。さて今週のメールテーマですが、塾のバイト終わりに何気なく講師の友達にお疲れ様と言ったところ、それを新しく塾に入ってきた無口な生徒に聞かれて、あの先生寒いわとボソッとつぶやかれたことですかね。結構心にきました。全部夏のせいだ、いや俺のせいだ。あー、言っちゃいましたか。なんかね、そういう年頃の子って若干冷めてる自分がちょっと大人って思っちゃう時期あるから、すごいわかる、すごいわかるけど、今聞いたらねちょっとだいぶ面白い。いやこれぐらいになって聞くとねだいぶ面白いですね。なんかその時のテンションもあると思いますけどね、後々分かってくれるといいな、言ってくれたらいいな、その子がね、回り回ってね。